エニグマは東京都新宿区出身のラッパー。身長は174センチメートル。2020年から活動している。ラッパーのドタマの音源を中学1年生の時に聞いたことからヒップホップにハマり始める。主にネットのラップ大会を中心に活躍している。また自身のツイッターが梅田サイファーのオスカやマクフロックなどのプロからもフォローされるほどの知名度を持つ。 特技は、早口要ンフロー。病院の院長である母とサラリーマンの父を持ち、2歳上の姉がいる。幼少期から、父親の影響で音楽が好きであり、特に牧原の之やビーズを聴かされていたという。現在のエニグマ自身は元ゆらゆら帝国の坂本、慎太郎や岡村やすゆきなどを聴くという。名前の由来は、中学2年生の時に友達に勧められてはまった。 漫画、アニメ、ジョジョの奇妙な冒険の四部に登場するスタンドのエニグマから付けたと公言している。また、前は、MC モズ、イザナギという名前で活動をしており、エニグマという名前は3個目の名前であるという。エニグマの名前で映像作品を制作する活動もしており、ドクロ、金魚の幽霊などの作品を YouTube にアップロードしていたが、2020年7月24日に、 すべて削除した。それは8月に新曲のメガボルトをリリースするためである。また、2021年の冬に、ファースト EP の発売を予定している。DJ、プロデュースは DJ、作曲家、ギャラントが担当した。エニグマの憧れは、日本のラッパームートン、オーソリティ、アメリカのラッパーエミネムやアメリカのバンドレッド、ホットチリペッパーズのベーシストであるフリーであるという。 ギター、ベース、ドラムをやっており、小学6年生までは、金管バンドでトランペットをやっていた。現在の趣味は祭り、アニメのフィギュアの収集、川を見ること、ラーメン食べ歩き、などである。学校では色々と問題を起こしており、彼の学年では、彼のことを知らない人は誰もいないという。だが、成績は、学年200位だという。ありがとうございます。